てメイクさんにさリンゴヘアしなんかもう自分が汗臭くて嫌だから香水振ってしまう。今日聞かないとの収録してきましたよ。聞かないとのさ収録でさとうとうさ自分のジングルができまして、ジングルをね作ってもらってね聞いたんですよ。だからみんなに早くそれ見せてあげ聞かせてあげたい。3月でディレクターさんが変わったんですね、実は聞かないとのなんですけど、そのディレクターさんが置き土産としてそう作ってくれたジングルをあれしたので、そうめっちゃいい感じです。ディナーのそれ祈りっていうコーナーなんですけど、みんなのなんか知ってる話とか私にこれ教えたいと思う話何でもいいんですよ。例えばなんか見つけましたみたいなのもいいし、何でもいいのでなんかあったら送ってほしいなってめちゃくちゃ思います。楽しみだって。私のオンエア日はまた追っておすすめし、おすすめでお知らせします。なので今日朝はリハーサルをして、リハーサルして、でその後にココテンの練習で4時間みっちりしたんですね。4時間みっちりして、そのままラジオを撮りに行って帰ってきてまた練習してました。私はココテンができるのでしょうか難しくて。難しい。でもさ、なんかいろんなメンバーがさそうめちゃくちゃ教えてくれてね、私にね。そう、あおちゃんとかも今日教えてくれたりとか、そうそう、若菜も付きっきりで教えてくれて、今あの子すごく忙しいんですけど、そう教えてくれてね。そうなんです。
にゃんとの練習頑張った、なんで枠知ってるの？私初ココテも初ココテなんですね。ココテでも多分本当多分出ないと思うんですよ。もうね、多分私もう今からのために覚えたので、本当に今後は多分みんな出るって考えないでもらってた。タカさんありがとう、ごめんね、申告前座してしまってごめんね、気づかなくてごめんなさい、ありがとう、クマタワーありがとう、ありがとうございます。エミジーもありがとう、トマキくんもありがとう、吉田さんもありがとう、ビーバンもお疲れだった、ありがとう。ねえうるさい、まこたうるさいです、マリーのショールームしてから話せません。わかる、君はもっとできるんで、わかなと二人で出てくるところが好きでしたって。でも今日わかな真ん中だったんですよ。私はリハーサルをちょっと見れたので、そうリハーサルで赤菜頑張ってると思って、それでよしってラジオに行きました、そのまま。赤菜は昨日の配信で言ってました。あ、そうなんだ、私も若菜にもやっぱクリナにも教えてもらってるし、そう、あと大内ちゃんとか、この前出た大内ちゃんとかもいっぱい教えてくれてるし、優しいです、みんな本当に優しい。なんか私はフリーレにいなかったからさ、そう、分からないこととか違うことが多分多いからさ、でもでもの歌詞がすごいぴったりで、だっていいですよね、でもでもの歌詞ね。今日の公演 MC でりのちゃんの話題が出てました、だってなんて言ってたの、教えて、なんて言ってたの、教えなさい。気になる、ここで何の部分が難しいですかって、圧倒的不毛です、激ムズです、私が苦手なタイプの曲。もうあるのか昔から、リノはうんそうだねしか言わないから、うんそうだねを録音しとけばそれでいいだって。どういう話。踊ってて楽しいの何なんですか、踊ってて楽しいの、楽しいの DJ、 DJ、 泣くだから汗を汗を汗を土に染み込ませろ、あれあれでこの土地を満開に、やばもう頭ここてんでいっぱいあるな、あと2日頑張ろう、まだ明日1日ある。Hey, you. なんかめっちゃ体重が重たいと思って、なんか踊っててね、
体が重たいと思ったんだよ。でもなぜか体重は変わってなくて、なんで水分かな、めっちゃ体重が変わっ、なんか今日めっちゃ重たいんだろうなと思って、今日お風呂持ち帰ってきて、お風呂入、お風呂ってかお風呂じゃないや、着替える前に体重計乗ったんですよ。もうやだ絶対太ったと思って乗ったら変わってなかったの、なんでだろうね。今それがさ、なんか体重計が壊れたんじゃないかと思ってさ、今ずっとなんでだろうなんでだろうって考えてる。でもね、今日ご飯をね食べれたのが夜だけだったんですよ。それまでバタ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 して食べれなかったからあれなんかな。なんでだろうね。ねえ、もうどんどんさネイルが取れてくんだけど、なんで。もうやだ、なんで取れちゃうの。しかもね、ペロン取れちゃうの。ほら、今もう2本も取れちゃった。体がだるおも、なんかそんな感じ。なんかね、めっちゃね食べてたのにね。調べる、ジェルネイル、ジェルネイルすぐ剥がれる、なんででしょう。ジェルネイルが剥がれる原因は乾燥や水分不足でしたって。通常爪の表面は滑らかな状態で、そこにジェルを塗っても滑りやすく密着してくれませんだって。なんでだろう。千五千日ありがとうございます。ありがとう。クマが来てる。ヤスさんありがとう。早田くんもありがとう。ヤスさんボン、ビバもありがとうございます。キドちゃんとうとうありがとう。ノリちゃんもありがとう。サトもありがとう。ノブリもありがとう。ガオもありがとう。いや、クリナさんにやってもらいたい。クリナに相談してみよう。
じゃあ50分だったら終わりにします。栗の姉さんにやってもらったらって、やってもらいたいけどさ、毎回やってもらったら大変だから。ポタポタと最近きついけど、だって一緒に頑張ろう。私はね、体力がきついだけでね、気持ちはねめっちゃ元気なんですよ。だ、体力がねきつい、そんだけ。気持ちは元気なんですよ。だからでも、もうね、体とかがもうきついのだけど、頑張るの。あとちょっと、でも同じ一緒の方多そう。分かる、だって分かるよね。もうそういう時はね、もう頑張れるとこまで頑張って、あとは休みましょう。はい、なので頑張ろう、一緒に。でも今日の髪型ね、今日の髪型ラジオに行く前にね、すっぴんだったからさすがに嫌だなと思って、髪の毛適当にね軽く巻いてね、そうで、それで行ったの。コキスが今日はリンゴヘアだったみたいで、メイクさんにやってもらって充電しました公演出てないけど。50分の後の終わりにしたいと思います。13位がドキドキザッキー、12位がボーダー、11位が10位が母、9位がのオカモ、8位がノリさん、7位がエミジー、8座、7位がガオ、6位がノブリン、5位がビーバー、4位がニチプ、3位がナツさん、2位がヤスさん、1位がタカさんでした。クマタワーありがとう、ありがとうございます。ありがとう、スケッチブック届きました、ありがとうございます。で、ね、今日持って帰りました、ありがとう、タカさんでした。はい、皆さんありがとうございました。明日は夜配信にしようかな。お願いします。バイバイ。バイバイ。またね。バイ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 。ありがとうございました。